こんにちは、神崎です。ですね、視覚業界の、医療機器のお話、医療機器の業界が今どうなっているのかっていうお話で、平成24年に新歯科医療機器歯科医療技術産業ビジョン、世界最高水準の歯科医療機器歯科医療技術による健康長寿社会の実現っていうのをですね、作られてます。でどこが作ったかっていうと、歯科医療技術会、革新推進協議会っていうところで、歯科医師会、それから歯科医学会、歯科商工協会っていうね、ところが、まあ歯医者さんの業界が作ったというやつなんだけども、実際にはね、国の方の流れがあって、いかにこう発展させていくかっていうところで作られてます。その中でね、これ平成24年で、その前に同じもの作られたのが平成19年なんで、5年ごとに作られてるみたいですよね。で今度作られるのが平成29年なんで、あと2年後になるかなと思います。その中で面白かったのが、ですね、国内の歯科医療機器市場規模、要するに医療の機器、それからやお薬、材料、そういったののね、市場規模は平成17年から平成21年の、4年間、リーマンショックまでの間ですよね。その間は4年間の平均で 3.6% 伸びていると、着実に伸びていったということですよね。でまあ実際には医療機器の市場は 4% だったんです。若干1割ぐらい少ないと。でそれ以降、平成21年の途中から平成23年の3年間、まあ民主党政権の時代ですよね。その時、まあリーマンショックの後っていうのもあったとしても、成長がマイナス 2.5% であったとね。民主党がどれだけひどかったかっていう話でしょうね、これね。本当にもう困りもんなんですけどね、こういうことばっかりやってくれたから。インプラントの数もそうだったですよね。2008年が60万本の全量の出荷本数あったんだけども、民主党政権の最後、3分の2、40万本しか出て出荷されてない。まあもう本当に困ったもんだなとは思いますけどね。ということで、意外と市場規模は頑張ってんだね、着実に成長してんだねっていうのが見受けられます。その中でね、成長著しいところはどこかっていうのも書いてあります。接着性材料、銀歯つけたりとかね、するような材料、そういったのは 11% を伸びと。それから歯科用セラミック、白い差し歯ですよね、これが 12.7% 伸びてると。まあ機械類、座ってユニットって僕たち呼んでるんだけども、診療台、座ってもらうところとか、手の、歯を削る機械、こういったのは 1.5% で横ばいだっていうことですよね。それから矯正器具関係が 3.9%、 4% 伸びてる、若干上がってる。それからキャトカム管、これはね、この平成24年の段階で 47.8% めちゃくちゃ伸びてるんですよ、ガーって。でこのあと、平成26年の改正で、これおそらく 100% 以上伸びてます、ガーって。2倍以上の伸び出てるはずです、はっきり言って。まあ注文殺到してましたんでね、本当にこれは半端なく伸びてるでしょうね、この平成26年。それからオールセラミックス、まあまあこれはセラミックのあれだからいいとしても、これも歯科用セラミックス、オールセラミックス、じゃあさっきのは陶器かな、そうすると陶器とかね、
で、オールセラミックっていうのがジルコニアだったりとか酸化アルミナセラミックの差し歯のことだから、さっきのは陶器のかもしれないですね。そうするとこれが 35% ぐらいで、インプラントは 1% の伸びということで、市場はバンバン伸びてる。ここら辺はね、ということでね、次のね、こういうデータが出たら面白いなと思って待ってるんですけどね、なかなかね、調べても見つかんないんで、お願いします。もっとこれ、いっぱい出してください、データを。僕、楽しみに待ってます。ということで、歯科業界の裏側の、医療機器のお話でした。それじゃあまた。